ルリ島ではエルザに対し烈烈たる憎悪を抱くジルがザングルグとの遭遇の末新たな力を手に入れていた。それは禍々しい妖気を漂わせた魔剣であった。一方要塞島のエルザたちはルリ島へ戻らんと来た道を駆け戻っていた。しかし異邦の者の力が弱まり守護獣も姿を消した要塞島はその駆動を止め崩壊が始まった。そしてこいつが例の獲物か。ああ、間違いない。私の運も尽きてはいない。まだ私を見捨てていなかったのだな。生きていてくれた。僕は嬉しいよ。なぜお前がグルグ族の船に。何を言ってるんだい。君たちだろ、僕をグルグ族との内通者だと言ったのは。それは君は誰かを探していたのかい。上事のように呼んでいたよ。
前に関わってる暇はないんだ。カノン！ザングルグがな、あの女を求めているのだ。貴様！あの女が悪いのさ。僕のことをいつも蔑んだ目で見るんだ。いつも。君の番だよ、エルザ。その体に線の穴を開けて、バラバラを引きずり出し、形が分からなくなるまで刺して、切って、ちぎって、潰して、愛し尽くしてあげるよ。
誰も誰一人守れないのか。俺は ザングルグに連れて行かれた。なんだって。ザングルグの狙いはルリ城の違法のものだ。間に合わなければ二つの違法のものを使って奴は途方もない力を手に入れる。ああ、急ごう。よし、飛ばそうね。前に戦った。間違いありません、神獣の使いですわ。エルザさん、会ったことが。俺たちはあの時神獣に試されていたのか。行こう。決着をつけるんだ。グルグの船。もぬけの殻が先を行かれてるな。そう焦るなよエルザ。それじゃあ助けられるものも助けられなくなっちまうぞ。分かってる。エルザさん、大丈夫です。きっと間に合いますわ。